スライスをさせないために彫屈背屈意識してますか？結構みんな手で上げるんで、こう入りやすい人います。はーはーはー。構えて立ててグリップエンドをこうこっち側にこうちょっとような感じで上げていく。こっちに。ああなるほど。まっすぐなる。ずっとそれを意識して打つようにしてますね今は。ありがとうございます。ここがケアゴルフの一番難しいハンディキャップ1ホール。ハンディキャップ1。もう試合はそこの目いっぱい後ろない。景色が全部違うだろうね。まだ上やけん。そこから4本ぐらい入っとんピョピョピョ。うん、木が。あそこからバーンって急激に下っとって。下りなんだ。うん、結構これグリーン手前のバンカーとかにみんなその左足下がりやけんセカンド入れたりとか。なるほどね。プロも結構苦戦してたホールです。傾斜も難しい。まあ、僕らはそんな長くないんですけど。200、あ、でも400、ここからで20ヤード。はい、220パー4ですね。パー4、はい、はい、いいですか。絶好調さのさん。当たるんか。抜けると思ったけどね今。当たるんや。結構距離残る。残る。残りますよね。まあまあ、マジで。ハンディキャップ200ぐらい残る。うん、ナイスです。ナイスです。どうだ、えぐいよ。これ見た後振ってしまうよね。フォローやけん、まあそんな振らんで。オッケー。超えろ超えろ。当たれない。当たれ、当たれ、当たれ、やった。超えた。当たれの言う。俺だけか当たったの。全然紳士じゃないもん。当たったの。あ、ピン当たったから靴も当選しました。はい、え？もうすぐ分かるんですよ。え、そんなすぐ出るんですか？当たりました。ナイス。これは視聴者プレゼントで。なんでやね。なんでやね。え？そんなことあるんですか？当選しました。さっきの回で。撮影中に、はい、エントリーしたやつ。エントリーしてたやつが当たりました。概要欄から皆さん。なんで概要欄日記やから。フォロープレゼンス。プレゼンス。なんでなんで。うわ、新年のえお年玉プレゼン。お年玉プレゼン。外れましたね、その感じは。え、結果出てるんですか？うん、もうこの時間出てる。どんな奇跡が起きてるんですか？いや、当たった。すごいっすね。そんな簡単に当たるもんじゃないですよね。いや、簡単当たんないと思うんだよ。すごい。なんてやつが多分、境サカイっていうブランドとナイキのコラボしたスニーカー。スニーカーが。くそ。外れてる。外れてる。くそ。すごくないですか。まあでもいい球が出たからいいじゃないですか。この結果が命運を分ける。命運分けるかもしれない。今日のね。メンタル響いてるかも。一番悔しそうだよ。なんだよ。これ長いわ。ここ残ったらめっちゃ長い。まだ200ちょっとあります。マジ外れたか。そう、大輔さんも外れるってことはそういうのなしってことは忖度なしよね。そんな忖度あったわけじゃない。僕は分かるわけやん、大輔さんがエントリーしちゃって。あ、まあそうですね。いや、そんな分かんないですからね。いや、太郎さんの忖度があったんじゃないですか。俺の、はい、時の人やけどね。スニーカーコラボ。誰が時の人。スニーカーコラボあるかもしれない。エフロ、エフロ。じゃピンまで218ヤード、はい、ちょ三遊できます。なんか手前から転がしたいよね。はい。なんか右に行ってる、ずっと UT が。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。なんか捕まんない。いや、大丈夫ですね。大好きさん、当たり的にも良かったです。146順目、146、はい、順目で46、ピンは奥9番で行きます。はい、左足下がりやね。
センターでございます、はい、ここ難しいホールなんで。ナイスオン。お前なんすか。はい、うん、ナイスオン。よしよし、142ヤード、はい、ピッチングで、はい、センター狙い。ナイスオン。ちょっと手前だったー。あそこから先行って欲しかったな。ナイスオンです、はい、ちょっと質問コーナー行っていいですか。新年、はい、一発目、新年一発目でいい質問、ちょっとそろそろ真面目にいい一発目のティーショット打つ前に考えることは何かありますか。なんかこれを意識してるとか、まあ、特に冬はちょっとそうですね、ミスすることが多いんですけど、一応まあ、ウォームアップとかしてちょっと球打てたりはするんですけど、はいはい、でもなんか野球と一緒で、はい、試合前のブルペンと実際こう試合のマウンドに上がるとやっぱりちょっと違うっていうんですかね、お、はい、基本的にはちょっと抑えめに、はい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 、7割ぐらいのスイングで大体行こうとしますね。野球の時もその抑えめにとか、はい、僕もまあ立ち上がり苦手だったんですけど、はいはい、最初からエンジン全開じゃなくて最初はこうゆっくりこうアクセルを踏んでいくというか、そういうこと、はい、なんでゴルフの時も大体7割ぐらいの感じで、そもそもそのミスショットする可能性が大きいんで、はい、そういうことなんですね。そうですね、もう求めてないっていう、はい、はあはあ、朝一のティーショットでこういいのは求めないというか。ああ、はい、なるほどですね。どんぐらいでエンジンがかかってくるってますか。やっぱりもう3ホール目ぐらいのイメージですかね。あ、松坂さんもそういうことなんで、もうあんまり向きになっていいショット1ホール目から打たないようにしましょう、はいはい、だからまあ結構ティーショットはスプーンで使ったりユーティリティ使ったりとか結構そういうことをするようになりましたね、はい、まあ、朝一ってドライバー基本的には振らないように。うーん、 OB が一番嫌ですからね、朝から。ありがとうございます。五六、はい、五六できます。はい、登れ、うわー、これだとやっぱちょっとスピード、あ、でもその後行く、あんま行かない、まあ、上等でしょ。ナイス。10センチぐらいでいいですね。ね、それやべえ、これグリーンがグリーンやばい。やっぱプロすごいね、うん、トータル20とかアンダーやったもんね、去年の。すげえね、やっぱプロリスペクト。では、はい、一応バーディーパット。バーディーパット、いや、ビビりすぎよね。あ、でも行くわ。おー、行く。超これ打て。怖いよね。うわ、打った。やばい。おー、今ので。抜けちゃうんで強さだよね。いや、強さだ。うわ、打ったな、今。うまい。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。耐えた。耐えた。しっかり打てるか。入った。おお。ナイスパー。ナイスパーセーブ。ナイスパー。じゃあボギーパットです。はい。
ナイス、ナイス、ナイスボギー。危ない、危ない。そう、セーブしてますね。耐えてるね、今日。耐えてますね。ここのグリーンちょっとしんどいね。しんどいですね。しんどい、しんどい。あ、疲れる。どんどん打てなくなってきます、ね。打てなくなる。疲れるわ、心が。まあまあでもダボ通ってないし。そうね、はい、シューズも当たったんでナイスです。ありがとうございます。ナイスです。いや知らん。あ、でもほら大輔さんこの靴もレアよ。ジョーダンの、ジョーダン1のしかもこのカラーはシカゴカラー。あ、確かにね、まあ、ウルシューズでしょ、ね、ウルシューズかっこいいですね。おしゃれ、ね、うん、これ高い、この色が高い。中古しかないだろうけど。で大輔さんこのハイカットも持ってるんよ。ハイカットはもう今プレネで20万、そんな30いきますよね。10万、10万いく。定価は多分3万円ぐらい。そう、3万円ぐらい。3万円が20万円手に入んないからプレネがついて30万ぐらい、ハイカットはね。ローカットはちょっとそこまでないけど、ハイカットは高い。じゃあ質問いきます。いいです。日本のゴルフ場とアメリカのゴルフ場どこが違いますか。そんな大きな違いってあるんですか。スループレー、基本的には。基本はね。ああ、スループレー、基本スループレー、うん、キャディーさんがいるゴルフ場はほとんど、はい、ない。あ、ないんですか。あの、もちろんあのプライベートコースとかはいるけど、基本セルフ。セルフ、基本セルフ。なんかイメージはやっぱ二人乗りカートをあーってこう散らばっていって、はい、サクサク回ってるイメージ、ね。はい、短パンでね。はい、基本スルーセルフなんで、うん、もう向こうでセルフプレイの仕方を覚えるというか。なるほど。基本的にもう広い。広い。広い。とにかく広い。タロさん、今年はボストンでも戦いたいです。SR? お金ある？お金ない。お金ある？お金ある？スーパーチャットお願いします。お金あるの？ボストン行きの遠征費用。遠征費用、クラファンで。クラファンがいるつも。海外ゴルフちょっとね、ハワイはね、去年みんなで行ってね、はい、これね、ほら俺らが前回負けで、ほか俺ら勝ったらイーブンでしょ。そうですね、イーブンで決戦は。じゃあ決戦はボストン。ボストンかっこいい。なんか負けそう。向こうで向こうで負けそう。でも大輔さんを悔しがらせないと。そう、ここで ですね。でも今1打リードしてるんです。そうですね。8番ホール149ヤード。ありますけどね、右から風か。1番で、はい、寄ってます。ナイス、ナイス。まあ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 、いや全然 OK でしょ、あれは。いいですね、ナイスオンです。ピンも手前だし、上から行くしかないですね。上から硬いから。じゃあ9番アイアンでいきます、はい。落としたね、ヘッドスピード。マジ？うーって言ってる。来い。おー、よしよしよし。ナイス。なんかゆっくり振ってる。何これ。今年は違うんです。何あの打ち方。何や、新しいですよね、うん、今年は違うんです。もうゆっくり。しかもね、ちょっとね、ボール見えてきたからね、だいぶ近いんじゃん。おっ、期待だよね。今年初バーディー取りたいね。トールがなんか振ってないというのが違和感よね。ロースピンダフォー。出た、ダダン、ダダン、ボーギー、ロースピンダフォー。こうやんとかにしようか。効果をゆっくり。おー、捕まった。いや、そっちじゃないんですよ。バンカー、おい、うわ、バンカー、バンカーっぽいね。風に乗ってましたね、うん、風がね、右からだから引っ掛けますね。うわ、ロースピンダフォーは。いや俺に合ってないな。合ってなかった。いや練習してねえし、ロースピンダフォーとか。質問いきます、はいはい。松坂さんが思う野球界ナンバーワンゴルファーは誰ですか。うわ、これはいろんな方やっぱ、うん、対戦、まあ、僕がプロ入った時によく名前聞いたのは原監督ですね。原さん、まあ、あと田中幸雄さん。田中幸雄さん、はい、日ハムの、はい、よく聞いてて。で今だと前田さん、あ、広島の、はい、
全国三笘、まあ、日本三笘とか、はい、出場もされてるんですけど、ね、上位にいつも名前が、はあね、中国三笘もね、三笘あの勝って優勝、まあ、マジですごアメリカだと僕行った時はブレイブスのピッチャーで、はい、ジョン・スモルツってピッチャーと、はい、あとグレッグ・マダックスってあとトム・グラビンってこう先発3本柱ですね、はいはいはい、この3人がもうめちゃダントツでうまいって、どこのゴルフ場行ってもマダックスはとかスモルツはってもう名前聞くぐらい現役の選手ですね当時は当時はね当時は聞けない話ですそりゃそうですよね。あとはもう単純にそのレッドソックスの時に先発ピッチャーと一緒にゴルフ行ったんですけど、はい、飛距離やばいですね。あ、もっと、はい、同僚だったそのジョッシュ・ベケットとかジョン・レスターって左ピッチャーなんですけど、はい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 、よく3人で行ってたんですけど飛距離はやばい大輔さんが言う飛距離がやばい。やばいわ、やばそうです。想像できる。フケ玉でとんでもない球じゃん。あ、じもう音とかすごそうやもんね。フケ玉でも全然アゲンスト関係ないみたいな、やばかったですね。やばいって松坂さんが言うけんね。やばそうやん。ほんとやばかったです。そして、トールくんが近い。近い。よしよしよし。で、太郎さんは、これ目あります、ね、得意の。上から下。上から下。はい、順目です。得意のバンカーですね。得意のバンカー、太郎さん。今年初バンカーの、バンカーの気候誌。あ、さっき。初バンカー、あ、まあ、まあまあ、グリーン横は初やね。バンカーの気候誌。バンカーの気候誌。いけるのか、今年も。じゃ、いきますよ。やばい。あれ気候誌。あれあれあれ。あれ。剥奪です。バンカーの気候誌剥奪。嘘やん今の。珍しい。マジ。いやー。え、ボールあるんすか。あ、こっちありました。あ、はいはい。結構いいとこあります。うん、よかった。奥行ってなかった。うん、多分木に当たってしたもん。この真下に落ちたの。打てる？打てる打てる。全然打てると思う。あの、そのバンカーのちょっと先。あ、マジっすか。ほんとだ。お、危なっ。おー、やだ。ちょっとおめえ。おめえ。もうなんでおめえが出る。なんだ、あの滑空。やだ、あんたがいい。やだ。集中。集中。ボギーで上がろう。はい。うまい。おお、ナイスピン。ナイス。歯から入っちゃったよ今。ちょっと珍しかったです。ね。ボールのスライス。はい、ナイスタッチ。ナイスです。ちょボギーで上がるよ。はい。はい。うまい。ナイス。ナイスボギー。ナイス。やばい。耐えてる。あ、ナイスボギー。ガッツすぎる。そのパターンも変えれ。よし、バーディーパットいきます。はい、絶対いる。うわ、きれい。惜しい。うわ、引っ掛けたよ。どうしたどれ。やばい。どれ。いかんいかんいかん。20。よし。オッケー。さっき言ったからね。もったいない。消しに行ったんだ。はい。ナイス。ナイスです。ナイスパッ。ナイスパッ。今のはでかいです。いや、切り替えます。切り替えましょう。引きずらないで。一緒やね。はい、あ。俺が。ちょっと変なバンカーと一緒やね。
ダメですね。ダメですよ。ダメですね。うわ、2打差ついた。いや、お前遠くなるぜ、ボストンが。お前本当にお前もうどんどん、まあ、奇跡性、小笠原諸島ぐらい今多分。今どうですか、小笠原諸島。ちょっと遠くなったよね。じゃあ、おいおい、質問いきます。全盛期のタイガーより飛んだ時の松坂さんの気持ちとタイガーの表情や雰囲気を教えてください。これ、タイガーを打つ、はい、20代前半の時ですかね。あのテレビマッチで、はい、3ホール対決っていうのがあって、マジ、はい、あのトム・ワトソンでやったんですけど、すごいですね、回ってるんだ。スタートロングホールだったかな、はい、僕の方が前行って、もう300、多分320か330ぐらい飛んでて、すごい。マジ、そしたらちょっとタイガーが、ん？ん？みたいな。なんだこいつはみたいな。下唇がブイーンってなってますね。みたいなって。ブイーンって。すごっ。次のホール、はい、ミドル、ガチ当たりして、うん、これまた行ったなと。2番目にタイガーが打って、はい、2段階ロケットがついてるの、球。スイッチ入ったんだ。って言って、軽くオーバードライブされて。あ、やっぱスイッチ入ったんですね。で、その球を見てタイガーが僕に、こうやってやりました。やばい、それがめちゃくちゃ嬉しくて、本気にさせて見たかと。これやったらタイガー。すごいっすね。なかなか出さないですよね。オドライスさんにこれ出してきた、まあ本気出せばこんなもんだよ。軽く超えられて。マジっすか。やばかったです。でもオーバードライブしたことは確かなんで。マジですか。いや、一生言えます。一生自慢します。それも何歳ですか、その時は。21くらいだったかな。オフですか。そう、オフにテレビで。そうそう、あのダンロップフェニックスの前だった。ああ、そう、すごい。タイガー来てて、フェニックス来てて、うん、その前後でテレビでやったんですか。そう、オーバードライブが、それ一生語れるね。語れますね。これでしょ、タイガー。ストーリーが面白いね。見たかと。そう。ほら見ろと。ほら見ろ。ほら見ろ、こんなもんだと。お前タイガー恐ろしかったですよ。でしょうね、本当に。エピソードトークがえぐい。やばいね。タイガーと、じゃあラウンドしたと。3ホールだけね。3ホールだけ。うん、すごい、また視聴者さん、面白い質問、ありがとうございます。ありがとうございます。よく知ってましたね。いや、すごいですね。最終ですね。はい、9番ホール。511ヤード。はい、パー5です。ドドン。あれ？あ、やばい。おい。やばい。カートに跳ねて。やばいよねこれ。あ、嘘。やばい。超帯やん。そうなんですよ。左が帯。やばいぞ。ガショだけ。そこに行くんだ。すいません、残敵いきます。3からある意味ロングっぽいけど。ちょっとじゃあ1から5です、はい、どうした、集中。OK、これいいっすね。やばい、一発目やばいね。ロースピン打法合わない。合わない。さっき合わないって言ったのに。一箇所だけ OB だ。一箇所だけ OB なんだ。うっそー、もう遠くなりよう、ボストンが。いやー、振ったー。ワンチャンね、右とかにキックしてればね。一箇所だけなんだ、あそこ、OB。 ちょっとね、OB なくしたいですよね、やっぱ1日。いや、ほんとそうですね。なんか1回、2回出るからもうねえ、OB がない日が欲しいですよ。間違いない。OB つらい。切り替えよう。
切り替えますか。絶対ない、キャディさん。ハートに当たって、その後音しなかったよね。あっちの奥。あー、さっきの。マジか。ちょっと見に行きます。こりゃ行ってる。オッケー、オッケー。あー、ちょっとバーディーを取り入ったらこうなっちゃいました。欲やけんね、減らしたいなと思って。欲が出たな。やばいぞ。これは。大輔さんペースやな、今。ちょっと。流れを変えたいですね、少し。どっかで。深いね。アイアンでいきます。はい。4打目、5番アイアンに行きます。はい。あ、200、ナイスショー。今よかったね。ナイスショーです。今で230、はい、三遊でいきます。三遊大輔さん、やばい。遠いすぎ。すごい。奥の方、ちょっと山の方に打って、多分勝手にドローするんだ。はい。フォローやけんね、オーバーしといけど。短く持っちゃって。わ、右だ。あ、入ってこん。木に当たった。音はしたね。でも傾斜で戻ってきててほしい。乗せる気がなかった。ティーショット残ってましたね。残ってました。まあ、沈んでるな、ちょっと。今日残りが220ぐらい。はい。5番アイアンで。はい。少し左の方でしたかね。あの多分そのグリーン左サイドのバンカー方向行ったんで。バンカー方向。多分バンカー入ってるかもしれない。じゃあちょっと質問いいですか。はい。スライスをさせないために小屈背屈意識してますか。これちょっと前と多分被るかもしれないですけど。はい。あんまり意識しない。なんか一時期はあのすごくこう意識して、はい、やってることはあったんですけど、基本はあんまり意識せずですかね。これ多分皆、はい、さんトップのこと言ってるんですよね。そうですよね。野球してたらこうなりやすいとかあるんですか。あると思います。多分こうなりやすい、はい、こうコックが入りやすいっていうんですかね。あ、こっちにですね。ああ結構みんな手で上げるんで、その時にこう入りやすい人います。こうなったらやばいです、ね、それやっぱりだからあのやっぱりプロの人とか言われるとやっぱりこうあこっちに、はい、こっちに行って。この間言われてたむちゃくちゃ分かりやすかったのがヘッドをまで構えて、そうですね、ちょっとこう、はい、立ててグッて立てて、はい、立ててでちょっとこうグリップエンドをこうこっち側にこうちょっと押しながらっていうんですかね。こっちグリップエンドをちょっとこうこっちにこっちにちょっと押すような感じでこう上げていく。こっちプラスこっちに立てて、はい、ちょっとおーなるほど、はい、あまっすぐなる。綺麗、はい、すごい綺麗に。練習のもう練習の時はもう練習はもうずっとそれを意識して打つようにしてますね。今はめちゃくちゃ背屈しようくつない。まあ、こう極端になってる人はいいかもしれないですね、これ、はい、勝手になる、はい、河野さんですかね、はいはい、ちょっと教えてもらって、はい、はい、めっちゃいい。太郎さんもやっぱどっちかといったらこうなってるなるなるから別にそれ悪いことじゃないですよね。そうだね。では、はい、ちょっと木に当たってんね。85ヤードピッチングでいきます。怖えこれ。転がしでいこう。転がしで低めの転がしで。オッケー。あーもう一回やった。思ったより一回やった。はい、じゃあ76ヤード、はい、56で。ナイス。はい、よし。ナイスアポチ。はい、よし。当たってないですけど、まあ40ヤードくらいですかね。はい。56で。はい。
あバンカーが、バンカーがちょっと難しいイメージある。バンカーケアすごい。入れちゃダメ。うん。25ヤード。はい。60度でいきます。はい。冬ってこういうことやろ。止まった。冬のせいです。冬のせい。冬のせいはダメ。乗ってますか。お前のせいだ。冬のせいです。冬いいね、はい、気圧が低いんで。冬いいね。目はこっちから、はい、フック目です。56で、はい。うまく打てたと思う。うまく打てました。さあ、パーパットです。はい。冬のせいで。言い訳しすぎてまた言われる。これ抑えすぎ？これ弱いんじゃない？マジ？えぐい。うわー難しい。マジでわからん。あ、どうぞ、全然いいですか、すみません、ちょっと回していただきます。はい、ガッツリ踏んで、ガッツリ踏んで、全然いいよ、すみません、失礼します。いつも以上にグリグリだけはしないから。来い、来てやろ、来てやろ。うわ、切れた。いや、伸びる。止まらん、やばい。マジか。苦戦してます。パーパットいきます。はい。来た。うわ、怖っ。ナイス、プロライン。ナイストライです。ナイストライ。ナイスパー。ボギー。ナイスボギー。ナイスボギー。ナイスボギー。バンカー。ああ、バンカー。これね、多分欲張っちゃダメなんですよ、このグリーンは。ちょっとノースピンダフォー。いや、ダメですよ。あ、ダメです。グリーンあったかいい。ダメか。うわ、曲がんない。うわ、切れない。おおおおおおお、行く行く行く。いや、恐ろしい。ボーストンが遠い。なんでちょっと…ボーストンが遠いぞ。太い声で言う。渋い。ナイス。危ない。ナイス。いいやろ、ホービーパー。ナイスです。そうなんです。ナイス。ナイス。ダボダボダボ。ボストンが遠い遠い。いや、後半行きますよ。ボストン目指して、はい、3打差やけね、今。ナイスだ。よし、ナイス。ナイス。2に変えたんですよ。飛ぶよね。飛びます。若干好きですよ、こういう感じで野球は、うん、僕はまあ練習で球が捕まるようになったというか。ノースピンダフォー。成功成功です。声や声や声声が大事。